持ち前の武器のローラースケートで、ライブスピンドルロゴスピンドルは、株式会社マネージメント S に所属する日本で、唯一の4人組ローラースケート女性アイドルグループ。グループ名の由来は、スピンとアイドルの造語で、ブレない回転するための軸の意味も持つ。ローラースケートを履いて歌って踊るアイドルグループが、特色。2016年10月7日にデビュー。音楽プロデューサーは、 柏原修治。グループのロコはザワチンが制作。1年間のローラースケートダンスレッスンの準備期間を経て、2020年東京オリンピック世代の期待の新生グループとして2016年10月7日にデビュー。デビュー前より先行スタートしていた公式アメーバブログにて90秒バージョンの PV が2016年10月7日16時に公開されて話題になった。 同年10月23日にサンリオピューロランドにて開催されたファッションライブイベントエクステンションジャパン AW コレクション2016の2部に出演し初お披露目となった。同年10月27日にスポーツ庁の鈴木大地長官を表敬訪問している。その模様は鈴木大地長官が密着取材を受けていた日本テレビ。 世界一受けたい授業から2時間スペシャルマイナスで紹介された。同年12月、ドラマ、逃げ恥の恋ダンスをローラースケートを履いて披露し、YouTube 再生回数は5万2000回を突破している。主なテレビ出演は、2017年5月26日、フレッシュ、CDTV プラス VR、2017年7月10日、テレビ朝日、ミュージックル TV、 2017年10月8日、フレッシュ人類装備女化プロジェクトやっぱり美女が好きに出演している。2018年には東京アイドルフェスティバルへの出演を果たした。2019年のティフ出演をかけたショールームバトルでは見事1位を獲得し決勝戦に進んだが最終戦で3位になりティフへの出演権を逃した。2018年8月12日、 ファーストシングル、仮面オフショルダー、永遠のベストフレンド、告白ラブゲッチを発売。2019年4月にメンバー最年長でリーダーだった椎名桃子が卒業し、琴音が新リーダーになった。二期候補生であったは、まだちより、有馬理子が正式な2期生に昇格。7月に3期生研究生の山口レン音オン、ナルセミユがデビューを飾る。 9月1日の卒業公演を持ち、リーダーのことね、11月24日に、もみやまひめりが卒業。現在高校2年生の4人体制となった、水たまりのレインボーはカラオケ、ジョイサウンドにて、全国配信中。ありがとうございます。